ここからのゲストの、講師をお招きいたしまして、講演に移ってまいります。とまずお一人目の、ゲストは、株式会社ハートフィットプラン代表取締役園田雅俊さんに、の講演となります。公共空間を、誰もが、使いこなして豊かな居場所に変える、プレイスメイキングについて、先進的な事例を交えながら、お話をいただきます。園田さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました、園田と申します。それでは今のご紹介いただきましたとおり、少しお時間いただきまして、25分ほどですね、お話をさせていただきます。私はチラシとか見ていただいた方はコーヒーを入れていただいたかもしれないんですが、大阪のハートビートプランの会社をやっています。もともと普通に拾ってもらって社員でやってたんですが、コムレードカーチに一緒に代表で会社でして、都市デザインとかの主経営のコンサルの会社です。ですが、個人的にはもともと埼玉の所沢の生まれで、ずっと生まれてから高校まで所沢にいまして、でここ数年は2019年4年間ほどですね、お隣の杉戸町さんの方でリノベーションのまちづくり事業というので、構想づくりから実際にそういうスクールまでですね、一緒にやらせていただきまして、その中でできた上村ブラザーズですね、本番会社の業務を切るためで来ました。今日この宮代町の道路の事業ということで、テーマとしてはお伺いしたんですけど、先ほど町の高橋さんからのご紹介ありましたし、手島さん、菊池さんのお話を伺っても、どこがどうかということよりも、大事なのはやっぱりその町の方々が、今までこれまでずっと一緒に関わってできてきたこの宮代町っていうところで、その、なんていうんですかね、人の顔が見える、そういう町づくり、そういうことがすごく大事だなと思いましたので、今日はですね、ちょっと2つほど他の町の実際の私が関わった取り組みをご紹介したいんですけど、ここに住んでいる方の物語だと思って聞いていただければと思います。で1つ目がですね、兵庫県の姫路市です。これ素敵な家族の団らんの風景ですけど、これですね、全部で50メーターの福音がある世界遺産の姫路城に続く通りの中の1ページですね。普通にそういう世界遺産の前の大通りで家族が展示してくれました。通りこんな感じでして、ちなみに姫路に行ったことがある方もどれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。まだ行ったことない方は少しイメージが湧きづらいかもしれないですけど、一番下にこの JR 姫路駅がありまして、そこからズドーンと800メーターの長さで、福音がこれ50メーターなんですよ。っていう通りが、世界遺産の姫路城までまっすぐ見えています。で、ちょっとだけ町の歴史のお話をご紹介すると、もともと当然お城のある町って、こういうまっすぐ城に抜けるような基本的にはありえないんですね。江戸の頃は町、お城を守るものであって、そんなまっすぐ道路が通ってて、敵がまっすぐ進んでいくのはありえないので、そういう意味では新しい通りでして、この昭和30年にですね、こういう、見るから広い通りができて、さらに昭和60年代というのは、専門的に言うとこのシンボルロード整備事業というのは全国いろんな町で行われて、広く車社会に対応した、広い道路を作りましょうということで、片側4車線ですね、両側8車線という超でかい通りができまして、でそれがその後令和2年、なんで30年ぐらいで、今度何したかというと、これからは車じゃなくて人だって言って、広げた道路の車線を2車線から3車線ぐらい潰して、でその分歩道を一気に広げたという事業をやりました。で、その上で駅前広場も作り替えまして、これ駅からお城、ちょっとちっちゃく見るんですけど、見ると、ちょっと変わってますよね。駅の真ん前でグインとこう道が曲がって、しかも人が目の前を歩いていると。で、ちょっと分かりづらいですけど、ここにね、青信号が。信号があるって、これ一番駅から近い信号なんですけど、この信号から駅までは一般車が入れない、トランジットモールと言いまして、バスとかタクシーとか
そういう公共交通だけが入れて、一般車は駅前に入れないっていう通りにして、かつ下のための広場を作りました。でこれちょっと右に芝生切れてますけど、この宮代町は西口と同じ感じでですね、駅出て右手を見ると、こういうちょっと地下に掘った広場があって、非常にちょっと芝生広場があって、空間的にちょっと似ててですね。でこの広場も非常に豊かな広場で、夏には水が流れてくることがあります。で、そういう整備を2015年にしたんですね。これ2014年から2020年の5年間の、路線価格、まあ、不動産の価格の上昇率と、車の車線を潰して、で人のための広場にしたところの駅前が、これ赤い方が上昇率が高くて、不動産価値が上がったってことなんですけど、5年で大体 50% 以上の駅前にバーンと力が、不動産価値が上がって、でまあ、ちょこちょこそれが少し周りに行っているということで、まあ、そういう整備が非常に、まあ、経済的にも効果がある。でただ、800メーターありますので、駅前がそうなったとしても、それがじゃあ奥までずっと豊かになっているかというと、そうでない、ちょっと閑散としてしまうんです。でも歩道を広げたんで、この辺とかこう木のベンチがあったり、いろいろあるんですけど、まあ、逆にちょっと広がっても人がいないと寂しくなるというような状況。僕らは姫路市さんからちょっとお声掛けいただいて仕事としてですね、この5年ほど、今年が最終年なんですけど、じゃあこの通りの状況を少しもうちょっと豊かな地域を作っていこうということで考えたときに、まあ、道路を活用しましょうっていうようなご要望だったんですけど、道路そのものというよりは道歩いてて楽しいかどうかって、実は道路、まあ歩道が広いのはもちろんですけど、沿道を見ると銀行とか病院とか予備校証券会社とかですね、そういったものが並んでる街なんですね。なので、正直僕ら外から行く人間からすると、別に並んでるところにあんまり用事がないですし、平日は銀行さんとか3時でシャッター閉めちゃうので、平日もで休日やってないですから、基本的になんか店が開いてないような建物がいっぱい並んでる通りでした。なので、まあ、道路をいろいろいじくるというよりは、まあ、しかも整備終わっちゃってたので、整備したばっかりなので、ハードは基本いじれませんっていう中で、じゃあどうするかっていった時に、僕らは、将来的にお店が少し増えてくるとか、別に全てお店である必要はないんですけど、スーパーとかですね、生活を支えるような機能が沿道に入ってくれれば、まあ、必然的に街に来る人が増えますし、その人が目の前の通りが広ければ遊んでくれるとか、そんなことができるように、まあ、ビルのオーナーさんとか、不動産を持ってる方が、道路がこんな風に面白くなるなら、お店に入ってもらおうかなと、そういう風に思ってもらえるような取り組みをしようということで、ご提案をしまして、この道道というタイトルを作りますね。社会実験というのをやってみました。ちょっとこれ映像がありますので、その時の様子を見ていただければと思います。これさっきの駅前広場ですね。一階はこういう芝生の広場になってて、宮代の駅前の近くから。こっち地元のバス会社さん、結構大きいバス会社さんがバス待ちの人に、一番イケてるおじさん社員らしくて花束を渡すんですよ。そういうことでバス待ちを楽しくしようということをやってくれたり、まあ、こういう休憩スペースとコロナの真っ最中だったんで、黒板で昔駅だった伝言板みたいなのがあって、直接会わなくてもそこに行くと誰かが残したメッセージを見れるみたいなことをやってみようと思います。こういう櫓を組んでですね、道の中ちょっと視点を変えて過ごしてみるのは意外と道路の真ん中でも心地よくお弁当食べれたりするんじゃないかな。あとは先ほどの通り、別に沿道にお店がいっぱいあるわけじゃないので、まあ、この時は地元のお店の方にちょっとテントで出店してもらって、例えばこういう食べるところとセットで休憩できるところがあったら楽しいんじゃないかとか、まあ、そういうようなことも実験しました。正直イベントでやるとですね、売り上げは全然上がらなくてなかなか厳しかったので、やっぱりまあ沿道に実際お店が持ってる方がちょっと客席を出すみたいな形の方が現実的だよねみたいなことも言いました。あとは地元の高先生の提案で音の出る家具を置いてみたり、これパーティーバイクっていう自転車なんですよ。6人で乗って漕ぐと進むっていうものを、まあ、城まで 800m 距離が遠いんで、今で言うと駅から東武動物公園まで、ああいうちょっとゆっくりしたものがなんかのろのろ走ってると行く道中も楽しいみたいな感じです。
スローモビリティって言われてますけど、そういうゆっくりした乗り物を通す実験とかもやっていました。できるだけいわゆるベンチじゃなくて、こういうちょっとした芝生でだったりとか、やぐらだったりとか、なかなか見ないものにちょっと座ってみたいなっていうようなものを置いていくようなことをしてみたりしました。2019年に1ヶ月つって出たのと、その次の年は1年ちょっとですね、ずっと置いて実験をしまして、その結果、最初は実験で期間区切らなきゃいけないんですけど、やっぱ常設で日常でやろうということで、今はちょっといろいろ国の制度とか使ってですね、5年間ずっとそういうミニステーブル出しておいていいという制度がありまして、沿道の3店舗の方がこのブリューパブ、ここでクラフトビール作っていて、その前のメリットのお店と、あと駅そばというですね、姫路の方のソウルフードがあるんですけど、このそば屋さんのカウンターとか地元のかまぼこ屋さんとかがこういうのを出して、民間の方はこれお金で自分のお金で買って維持管理してるし、道路の設置料もお金払ってるんですけど、それでもお店のこういう、表に出せると、人が座ってる姿が見えますし、あでここのお店なんだって言って、そういうシーンを作れるのですごくいいというの協力をいただいて実際できました。あとで最後にご紹介しますが、この人の物語っていうのは、このブリューパブを始められた地元の姫路の方ですね。ずっとこの実験の時からお付き合いで、自分でビールの事業を始められたという。で、姫路さんの方では、こういう目抜き通り、50メーターも福音あればそれできるよねっていう話もあるんですけど、そうじゃないところにも広げようということで、ちょっとより後ろに近いところですね。これぐらいの福音のところですね。ちょっと極端に狭くて、これね、でも確か一方通行ではなくて、これ双方向でこの道通るんですけど、生活道路で基本住宅でちょこちょこお店がありますっていうお家なんですが、この自治会の会長さんと、結構有名なスパイスカレーのお店があって、そこの方がこの商いをする人たち同士の横のつながりを作りたいとか、あとこう商店街ではないんですね、住宅街に何店舗もお店があるだけなんで、商店街の組み合いはないんですが、そういうチャレンジしてる人がいるので、そこ盛り上げたいとか、一方で住宅地なので、お子さんとかが気軽に遊べる場所が道路としても欲しいよねっていうことがあって、じゃあこういう道路でも一時的に車を止めるっていうことをやってみたりしながら居場所作りができるんじゃないかということで、自治会主催で、そういう取り組みはもちろん市が協力してますけどやりました。それできた風景がこんな感じでして、あんまりあれこれ物は置けないんですけど、こうそれぞれのお店さんの前に一張りだけテントをで、そこにちょっとお店のものが出てくるみたいなシーンです。これやるだけでもだいぶ印象が違ってですね、でしかも暮らしてる人がいる場所ですから、そんなになんかガヤガヤ賑やかしをいっぱいやるというよりは、日頃のお店がちょっとだけの軒先広くて、でもこうするとよかったなと思ったのが、これ見ていただくと、皆さんこれママさんたちベビーカーをそれぞれ持って食べてるんですけど、こういう場所ってお店、いいお店が個人の店あるんですけど、ちっちゃくて、で古い建物をリノベーションしてるので入り口も狭い、でなんか階段で上の席ですとか言われちゃうと、僕ももうすぐ3歳になる子供がいますが、当然ベビーカー入らないし、そもそも子供連れてこういうお店って なんか雰囲気的に入りづらかったりするんですけど、ちょっと一張りでもあると外の席だったら、こうやって気兼ねなくベビーカー連れて子供も遊ばして、今この日は車止めてますから、子供がちょっとパッと出ちゃったりしても別に引かれることもないというようなことで、そういう取り組みをしてみて非常に好評でですね、これが日常的にできるといいねなんていうことを、地元の自治会の人とお店の人と一緒に話しながら取り組んでしました。でこういうのも町会長さんがすごい思いのある方でやっていただいたり、そのカレー屋さんの人がむしろ、スパイスカレーの店なんかお子さん呼んだところでお子さんが食べられる辛さじゃないから店の売り上げにはつながらないんですけど、むしろその方が子どもたちのために何かやりたいと言ってくれて、道路を使ってやるっていうことでですね、いろいろ企画してくれました。さっきちょっと慌ててスライド足したんですが、先ほどあちらの高橋さんの方からウォーカブルとはっていうご説明があったので、それに絡めて言うと、姫路市はもうですね、こういう取り組みをした結果、じゃあ市として正式にウォーカブル推進計画という計画を作りまして、これも僕らちょっとお手伝いしたんですけど、2年前の町づくり大賞という国土交通省というところがやっているのの国土交通大臣賞というものを頂いた、ウォーカブルの計画なんですが、
ここで言ってるのも、ポータブルっていうのは、ちょっと英語であれですけど、セレクタブルで選べること、選択肢が多様であること。街で過ごすときにどこで過ごすかっていう場所が公園とか広場とか道路とかいろんなところが選べるよねっていうこと自体がウォーカブルだよねっていうことを考えてまして、でそのために何するかって、まず魅力的な目的地を作ることから始めましょうってことを掲げています。だからそもそも街にじゃあ出かけるたくなるような、まあ、お店でもいいですし、イベントでもいいですし、会いたい人がいるとかでもいいんですけど、そういう動機をまず作って、まあ、そこに行くために快適な歩行環境として、まあ、道路の整備が必要ならすればいいし、それをもっと活用するならするってことで、ね、この街に魅力的な目的地を作りましょうっていうことが一番大事だよねということを掲げています。でそういう目的地として新しく最近自慢できたのが、先ほどちょっとご紹介したブリューバーグですね。地元のもともと建築士の人でコワーキングスペースやってたんですけど、ビル作りたい、で道路のことをサポートしてもらう、だったら自分でもう沿道に店出して、で自分でやろうということでですね、相手の店舗を借りて目の前の道路の専用の事業をやってて、今こんなシーンになってます。でそれをやってたのが、杉戸町のリノベーションスクールにも来ていただいたんですけど、梶原さんという方 でこの方が言ってたのは、これたまたまですが、さっきの話と重なってて、余白を作りましょう、町に余白を作ることが大事だよねってことを言ってます。で大人の人が街に余白を作る、いやチャレンジができる、関われる場所を作ることで、あだったらそういうことができるなら俺もやってみたい、私もやってみたいっていう人たちが集まってきて、どんどんアイデアを形にしていくと、その例えば全て街が誘致する開発事業じゃなくても、移り住んだ人が自分たちがやりたいことをやって、どん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 面白いものが増えていくと。でそれで生まれた利益を民間の人はまた街にお返ししていくようなことで、じゃあ街のために木を植えようとか、新しい椅子とかテーブル買って寄贈しようとか、まあ、そういうことをしていく、そんな風にできるといいなということを梶原さんに言って今取り組まれています。とても素敵な方で、まあ、杉戸にも、ね、来ていただいた時もいろいろと親身になって街の人と一緒に取り組んでくれました。でもう一つご紹介したいのが、愛知の豊田市というところで作った豊芝という芝生の広場、トヨタの街はですね、名古屋から1時間ぐらい、電車で来て1時間ぐらい、鈍行しかなくて、各駅停車でかかるんですけど、でもまあこういう JR の駅がないので、名古屋鉄道の豊田市駅というのと、愛知神戸鉄道の新豊田駅という駅があって、でそのメインがこっちの豊田市駅の東口なんですけど、こう普通の交通ターミナルだったのを、市の方で、もともとこんな感じです、現状も。バス停がいっぱいあって、バス入ってきて、ちょっと見えないですけど、後ろにタクシーとかも並んでて、ズドンと車道が通ってるんですけど、まあ、このトヨタ自動車も成り立ってるようなお膝元の街で、駅前を車を全部追い出して歩行者専用広場にするっていう計画を、市が立ててですね、でこれをまあただ土木事業だけやって広場作っても、そもそも車社会で広場を使うっていう文化がないと、誰も使われない場所が新しくできちゃうことになるので、まず使う実験からしてみましょうということで取り組んでいきました。そのあたり僕たちがお仕事で伴走をしていたんですけど、この駅前の将来広場になる予定地の一角をですね、市の方で、早めに買収した土地があったので、そこで約4年ですね、4年間実験をしましょうということで、こう芝生の広場、天然芝の広場とちょっとして100平米ぐらいの建物を作ったんですね。でここで市が整備して、でもやるのは民間の地元の公募でバーのオーナーさんとデザイナーさんが入ってくれて、この梅をやってくれたんですね。ちょっとうどん、昼はうどん屋さん、夜はバーみたいな感じでやって、あとはなんか 3D プリンターがあったり、レーザーカッターとかがあったり、ものづくりができるよとか、あと貸し室があって、いろいろ情報発信できますよっていうことをやりながら、広場の利用申請を市役所じゃなくてここで受け付けてくれるとか、まあ、そういうことをやりに行ったんですね。使ってもらう仕組み作りをやりました。その広場の、これ全部イベントのない時の日常の写真なんですけど、まあ、夏はこういうスターシェードっていう日陰を作るものをちょっと出してみると、それだけで人が集まってきたりとか、あと駅前だったんで、園庭のない保育園とかっていうの結構あって、まあ、そういうところの子たちのお散歩コースにしてもらったり、あと
これコロナの真っ最中だったので、あのこれは確かにまん延防止の措置とかありましたけど、ああいうのが出てる時に中学生が、まあ、授業もリモートになっちゃって、でかといってまあちょっと家に居づらい子たちっていうのもいるので、まあ、そういう子たちが出てきて雨の中傘差しながらこの軒下でテスト勉強してる友達に会えるみたいなですね、こういう場所ができてきました。でこういうことやってみていろいろ思ったのは、まあ、これがいい場所だねとか芝生がいいねとかそういう話もあるんですけど、もっと大事だったのはなんか人のつながりがこういうところでできてきたということなんですよね。でこの写真もイベントじゃないですし、イベントやるときもあるんですけど、その運営してる人が全部主催するイベントじゃなくて、もう持ち込みであれもやりたいこれもやりたいって街の人が持ち込んでくれる企画がどんどん増えてきて、でそうなってくるといろんな人の関わりしろがまさにできてきたっていう。僕一応仕事上ですね、こういうのを全部図にしてみたりとか説明するんで作ってみたんですけど、例えばあの施設を運営する人っていうのはやっぱりそれなりにあのちゃんとお仕事でお金もらってやったりとかそれ経営しなきゃいけないので、まあ、そういうことができる方っていうのは、まあ、どの町にもいらっしゃると思いますが、やっぱりそんなにたくさんいるわけではないんですよね。でそういう方がいて、かつこのマネージャーみたいなその活用って言った時にやれる人って、でマーケットのイベントをイメージしてもらうと、マーケットの主催者さんですね。でテーマ決めてエシカルで行こうとか農業で行こうとかって決めて、で出店者の募集もやれて告知とかもできて、で全部それ場所を借りる行政との調整もできてみたいな人です。でただ全てがそういう人じゃないので、もう一つ下のレイヤー第二階層ぐらいとプレイヤー的な方ってことで、これ出店者さん、その前声かけてもらったんじゃあうちホットドッグ出しますよとか、なんか蜂蜜出しますよとかみたいな人ですね。でこうした町のお店の人がそういう感じでいろいろ関わってくれました。あとは新たなプレイヤー候補っていうのは、今お店やってるわけじゃないけど、あのそのお店のファンで買い物に来てくれる人でも話聞いてると、実はちょっと趣味でアクセサリー作ってて、実は結構あのメルカリとかあの楽天とかにウェブで出店するとそれなりに売れてるんですみたいないうような人がいて、いつかはなんかこうイベントだったらお店やってみたいな人みたいな人結構いたんですよね。特に女性が多かったんですけど、そういう方なんかも、あ、じゃあ関われるところを作れるともしかしたら出てくれるのかな。で最後はファンサポーターということで、あのボランティアでお手伝いしますよとか、あの企業なんですけど協賛でお金は出しますよとかって言ってくれて、そういう価値を共有してくれて一緒に手伝ってくれる。やっぱ関わり方って言っても、まあ、みんながみんなこういうプロデューサーみたいなことできるわけじゃないし、僕もそうですけど一個人としてはなので、こういろんな関わり方ができるようなあの言葉場をもし作ることができるとすると、あの関われる人が増えるのかなっていうふうに思っています。でこれちょっとちっちゃくて読めないようにあえてそのまま出してるんですけど、これトヨタの全部個人名が入ってます。誰々さんとか西村さん上田さんと書いてるんですけど、さっきのに合わせて僕らはその場を運営してる人が全員今までつながった人を僕らお話聞いて、誰々さん何得意ですかとか、アート詳しい人いませんかとか、森林組合の人いるか、木材の話、木使い方この人とか、そういうのを全部聞き取って、やっぱ4年も運営してるとこういう人が基本あの市民の人とか市内のでお店やってる方なんですけど、これだけの人のなんかそういう相関ですね、よくドラマとかで出てくる。で、なんかこの辺の人は仲いいとか、ここちょっとなんか仲悪いとか、なんかそういうことも入って、じゃあ次お声掛けするときどうしようとか、この人に先にお話した方がいいよとか、そういう話もするんですけど、まあ、そういうのをみんなで共有してやっていくと、なんか初めて何かやろうって言ったときに、もうこれだけのつながりがあるから、聞けばうちの町でもこんなにいろんな人が助けてくれるよっていうのが、あの市民の中で共有できるみたいなことができた。でこういうことを実験していくと、まあ、これコロナ真っ盛りの中もですね、こうなんとなく街に出てきて、まあ、飲食店 もうやってないし、学校オンラインなんだけど、ちゃんと街にこう若い子たちが友達と会えたりとか、ちょっと親とか学校の先生以外の大人と知り合える機会があったりとか、まあ、そういう場所ができるっていうことが、やってみて僕らもすごく価値だったなと思いました。でこの今のトヨタの話は、2人目は神崎さんという人の物語で、でここのさっきの施設を運営してくれた方です。でこの方あの、まあ、こんな見た目で、スタッフの人もですね、
タトゥーにピアスの子たちがいっぱいいるんですけど、それは公共の施設を運営してるんですが、バーのオーナーさんをやってたり、あとフリーの音楽フェスをやってたりする方なんですけど、その方が言ってたのは、トヨタはみんな大きくなったら名古屋に出たいと。で、名古屋に出て、名古屋に住んで、名古屋で働いて仲間を作りたいっていうのがみんな若い人そう思う。1時間で出ちゃう。でもそうじゃなくて、やっぱりトヨタの街で自分たちも面白くしたい。で、面白いものが今街にないので自分たちで作ればいいじゃないかっていう、そういうことをすごく言ってくれていて、で、彼らも40代半ばぐらいなので、もう僕たちがそのトヨタの街は自分たちでチャレンジできるんだよっていうことを、背中を次の世代の子たちに見せてあげないと、じゃないと大人がつまんなそうにしてると、まあ、この街みんなしけた顔した大人しかいないから、やっぱ大きい街中の都会に出てこうぜってなっちゃうので、まあ、そうじゃないよ。名古屋って金ないと遊べないようなところじゃなくて、俺たちは自分たちで遊べる場所を作ればいいんだよ、そういうことを言ってくる。で、もう一人は当時の市の部長さんで、この人もすごく公共の場所だったりしたので動いてくれて、ちょっと細かに伺っているんですけど、要は町で民間の人が、市民の人が覚悟を決めてリスクを取ってやってくれるなら、それを全力でバックアップするのが行政マンのやりがいだと。で、お互いに尊重して敬意を払って、やっぱ行政ができることと民間できることは違うので、どっちかだけでできることって限られてるから、そこで手を取り合って一緒にやればこれだけ面白いことができるんだ。これやっぱ行政だけでできないから、一緒に対等の立場でパートナーでやっていく、それが本当の意味での公民連携というものだと思いますということを言ってですね、すごくいろいろご尽力いただきました。で、こういう姫路の梶原さんとかですね、このトヨタの神崎さん、栗本さんの物語でできてきたのは、すごく豊かな暮らしのシーンで、この時期にまとめますけど、やっぱり大事だなと思うのは、その街にお気に入りの居場所があるんですね。菊池さんは1年目にしていろいろ見つけてらっしゃるということだったんで、まあ、やらずとも宮城の街ってもうそういう場所がいろいろあると思うんですけど、まだまだですね、多分そういうことができる余地があって、それって僕たちも関われるものを作っていけるんだよってことを、今日は皆さんと一緒に共有できたらいいなと思っています。で、最初一応ですね、タイトルプレイスメイキングという難しい横文字でつけてたんですけど、ちょっともうこういう説明するテンションじゃないなと思ったんでやめましてもしですね、ちょっと面白いかなと思っていただけた方は、こんな本になんか分かりやすくまとまっているんですお近くの書店でお求めいただければ、もう少しじゃあどうやるのってことが書いてますので、よかったら見てみてください。最後宣伝ですいませんが、私からは以上です。ありがとうございます。園田さん、ありがとうございました。個人的に私、関西出身なので、久しぶりに姫路に行きたいなと思いながら聞いておりました。ありがとうございます。ここで5分ほど参加者の皆さんからの質問のお時間を設けたいなと思っております。でここは挙手制でお願いできればと思うんですけれども、園田さんにお聞きしたいことなど皆さんからいかがでしょうか。お話楽しかったです。ありがとうございます。どうなんか3つぐらい快適な歩行環境を作るのと、魅力的な基地を作ることと、はい、あと偶然の出会いっていうのは、はい、偶然の出会いを作るって どういうことが必要なのか、はい、ここが聞きたかったです。はい、ありがとうございます。これですね、一つは移動するスピードをゆっくりにすることだと思っていて、っていうのは、まあ、僕も生まれる所沢の郊外なので、基本歩いて7、8分のバイト先にも車で行ってたような生活をしてたんですよ。で、今大阪の街中に住んで車持ってないんですけど、でも車、例えば車だと なんでこれが起こりにくいかっていうと、基本車に乗った時点で多分どこに行くかも皆さん決めてますよ、行き先を。で、そこに向かって移動して、基本は40キロ、50キロで走ってると、広い道なら。で、そうすると、まあ、当たり前ですけど、対向車が知り合いの車でも顔わかんないし、ああどうもとかにはならない。で、あとは用を済ませると、その建物の、まあ、コンビニはコンビニで買って、コンビニの駐車場でまた車乗っちゃって、そこから次じゃあスーパー行くの、スーパー移動するってなるので、まあ、その行った先でも早々知り合いに会うタイミングって、本当に車からお店の入り口までないだしかでももしこれがやっぱ都会に住むと思うのは、都会の人って、まあ、駐車場高いから車そもそも持てないっていうのありますけど、僕の場合は。
でもまあ車持たないで歩いてると、まあ、基本的にゆっくりだから、すれ違えば当然知り合いだったら挨拶をするし、でお店もまあ目的地決めて家出ますけど、歩いてる途中に、あ、なんか新しいお店できてるじゃんとか、前から気になってたけど、今日なんか常連さんみたいな知り合いがちょっと入ってみるとか、まあ、そういう寄り道がしやすいっていうのがあるんですね。でそれが偶然の出会い、それは人ともそうだし、ことですね、あ、なんかイベントやってるとか、そういうこともそうだし、お店みたいなのもそうで、まあ、今これはまず魅力的な目的地を作って、そこに行こうって思って家を出る機会を増やす。でその道中が、まあ、このせっかくだったらこっちの道歩きたいなっていう快適な道にするとか。でそしたら3番目は、そこにさっきの道路を使ってブリューパブみたいに、こんな風に例えばね、僕らからしたら可愛く飲んでたら、あ、もしかしたら知り合いかなとか、あ、じゃあ違うかなとか、そんな風に思う機会があるんですよ。これがお店の中に入っちゃうと、なかなかね、そんなお店の中まで覗き込んだりしないんですけど、あ、でも久しぶりに飲もうよみたいな。で、まあ、そういう意味で偶然出会いができるっていうのが言われる。それがだから実は関係ないんで、道路を使っていくとそういうことも起こりやすくなるよっていうことですね。なので、現実的には別にどこもかしこも車を止めるってことは必要ないと思っていますし、大きい移動の時は当然車がないとダメなんで、ただ街の本当に真ん中に来た時とか、中心部の一部は近くの駐車場に車止めたら、ちょっと歩いて何店舗か行きたいお店があったり、うろうろできるような環境になってて、そこは子どもの手を離して子どもが走っていっても安全な場所だったりすると、まあ、こういうことが知り合いに出会う確率が高まるみたいな、そんなイメージ、はい。ありがとうございます。お話ありがとうございます。今のお答えで、まあ、ほとんど答えられちゃったような感じもするんですけども、はい、ウォーカブルを定義をされたというところで、はい、なんですか、まあ、今日のテーマにもあるんだけど、歩くっていうことに、まあ、どのくらいその、こだわりというかがあったか、でどこにこだわりを、その歩く、皆さんこう居場所っていうことでこう座るとか、居場所があるっていうことだけではなくて、歩くって移動じゃないですか。はい。でその移動、歩くっていうことにどこら辺のこだわりがあるかっていうことを少し お話しいただける。ちょっと先ほどの話で随分答えられていると思うんですけど。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、せっかくなんで違う視点で、さっきご紹介したちょっとスライドとは別の資料で恐縮なんですけど、姫路市さんのさっきのウォーカブルの通信規格というのが別のページです。で、まず、姫路市さんの場合は、この目的の一つに、このウェルネスというのを掲げているんですよ。心も体も毎日充実した生活を、まあ、心身ともに健康である意味なんですけど、で、そういう意味でまず歩くという、ウェルネスの、ウェルネスの要素っていうのがありまして、いろいろですね、この運動栄養をとって体として健康とか、あと精神的に人生に目的や価値に意味を見出すことが多いんですけど、まあその中の一個でウォーカブルにすると、このウェルネスに対して期待できることの価値、まあ、具体に歩くとこの生活習慣病の発症リスクが下がりますとか、あとは福祉の面において安心安全な都市になる、まあ、子どももそうですけど、今高齢者の方ってやっぱり免許の返納しましょうという話もあるんですが、じゃあ本当に車社会の街で免許返納しちゃって生活できないという話になるので、まあ、そういう方にとっても、まあ、一部歩くだけでも生活できる場所があるのは安心安全だし福祉です。あとは、みんなが歩いて健康寿命が伸びると、その分医療費が削減できて、その医療費にかける分の予算を、まちづくりとか子育て支援とか、そういうところに予算をさらに回せますよ、というようなことですね。なので、あんまりこういうことを明確に書いてるウォーカブルの計画ってなくて、それなぜかっていうと、国のジャンルが 国土交通省なのと、まあ、そういう土木屋さんの部署が担当されるので、まあ、こういうのないんですけど、姫路は市長がお医者さんなので、必ずこういうことを入れなさいと、こういう視点が大事なんだっていうのはすごくおっしゃっていただいて、それは確かにそうだなということで言えるかな
で、まあ、歩くっていうことの、まあ、先ほどのことももちろん歩く意味ですけど、違う側面として、まあ、こういうこともありますし、制作的な意味もある。あとはですね、まあ、それ以外にも、これ僕ら計画作るときに、その都市計画の部署以外に、19の課の方にお話聞いたんですけど、そうするといろいろ面白い話があって、例えば観光の視点でもそうですよね。で、車で移動しなきゃいけないような街で観光ってなると、基本的にタクシーとか大型バスとかそういう話になっちゃうけど、まあ、歩ければちょこちょこ歩いてもらって、いろんなお店立ち寄ってもらえる機会が増えるから、お金が落ちるかもしれない。であるとか、あと歴史の視点も、やっぱり大きく道路、大きい道路ばっかりって車で移動するっていうふうになると、まあ、その道路って本当に昔その付近であったものじゃないものが街にどんどんできてきているので、まあ、いろんな現代の土地の形になっちゃう。あと子育ての視点もそうですよね。やっぱり今だと僕の年だ、子供の年だとまだちょっと手つないでないと街中勝手に歩かせるって怖いんですけど、まあ、そういうものが本当に安心して歩けることがベースだと、まあ、子育て環境としてもいいよねなんてことがあって、まあ、まさに姫路もこれ掲げてるけどまだ全部が当然できてるわけじゃないんですが、まあ、こういう面で見ると実は本当に道路の整備事業だけじゃなくて、まあ、仮に整備をするとしてもその効果っていうのはいろんな分野に効果がいく可能性があるよねっていうようなことが、まあ、言われていて、姫路は次はそれをチャレンジしようとしていると思います。ありがとうございます。受け付けたいところであるんですけれども、お時間の都合もありますので、この後パネルディスカッションの時間でも質問の、コーナーを設けておりますので、ぜひちょっと聞きたい内容ですが、そこでも質問をさせていただけたらなと思います。では、篠田さん、改めてありがとうございました。